続いて板原さんからです。力士さん、リスナーの皆さんに聞いてみたいことがあります。ログインボーナスを現実でやるときのちょうどいいアイテムって何ですか？大抵のソシャゲのログインボーナスって1週間でもらえるアイテムが、まあ、ゲーム内のコインみたいな、消費はするけどすごい溜まってるからそんだけもらっても意味ないんだよな枠が2日、比較的回復量の低いスタミナ回復アイテム枠が2日、ガチャ1回分にも満たないくらいのガチャ石枠が2日、ちょっとだけ多めだけどやっぱりガチャ1回分には足りないくらいのガチャ石が1日で7日とかじゃないですか。現実で考えてみたんですけれど、それぞれポケットティッシュ、ヤクルト、15円、50円じゃないですかね。力士さん的にはちょうどいいログインボーナスのアイテムって何ですか？ということで、まあもう生きてるだけでログボが入るみたいな、そういう暮らしを国民がやれるようになりましたっていう時に何が嬉しいか。俺ね、15円はね悲しすぎる。ヤクルトもらえる日があるけど翌日15円は悲しい。お金やだな。はい、じゃあこれ、力士さんの今日のログボですって言われて、なんか玄関先だからね、郵便受けとかにカリンって入ってんのは辛いから、やっぱ物の方が嬉しいですよね。それはポケットティッシュなんか嬉しいですよ。ヤクルトもありがたい。ヤクルトはそもそもログインボーナスみたいなシステムだからね。実家で一時期ね、あのヤクルト取ってて毎朝ジョア飲んでましたけど、あれログボっぽかったわ、なんだろう。でも俺、ま、納豆巻きすぐね、すぐ俺毎日食いたい納豆巻きが。納豆巻きのね、細巻きの切ったやつ6つね、今メンバースタンプにもあるけど、これが俺のもう2日生きたらこのログインボーナスがもらえるでいいんすよ。すぐ消えてしまうけれども、これで俺元気出ちゃうからね。これさえあれば俺大丈夫になっちゃうから、毎日でもいいもんな。週7で納豆巻き42本でも全然良くなっちゃうけど、国民全員そうだったら悲しくなっちゃうもんね。バブまあシャワー派の人はごめんねと。日曜日のログインボーナスはバブもらえます。桃の日と柚子の日とミントの日とありますが、必ずあの玄関ポストに個包装のやつ1個入ってます。あとあの8分の1のバームクーヘンとかね、あのちっちゃい個包装のフィナンシェとか。贅沢かな、人生のログボとして。土曜日フィナンシェ、日曜バブ入ってたら。その代わりもう平日はすごいしょっぱいです。平日はもう砂とか比較的丸い石とかしか入ってないんです。その代わり土日はフィナンシェとバブがもらえる。これと毎日輪ゴム3つ、どっちがいいですかって行政に選択を迫られた場合、皆さんならどっちにしますかと。週7で輪ゴム3つお届けいたします。結構使うでしょ輪ゴムなんてとかね。あとあの水道業者の春マグネットみたいなやつの行政のやつ差し上げますとか、どっちがいいか国民の皆さん選んでください。いやでも俺そっかな、もう俺個人はね巻き寿司でいいから。巻き寿司でいいってのも贅沢かもしれないけれどもね、一生懸命税金を納めるからさ。